キーリカ。ん？あ、これしかないのか。じゃ行くしかないのか。キーリカとスフィアハント祭り、スフィアハント祭。キーリカですんごいスフィアの争奪戦があるってよ。迷わずゴーゴーカモメタン。行くという選択しかない、選択肢しかないようですね。ここどこだと思う？キーリカの港なんだよ。いや懐かしいね。ぶち壊されてたからな。結構頑張って復興したんだな。町をここまで立派にしたのは青年同盟の人たちなんだ。へえ。みんな同盟に感謝していたけど、最近は困ったことになっているみたい。なんだ、金でも取り立てられてるか。青年同盟と新エボン島の間でごたごたが増えてるんだって。あー、その被害を被ってるって感じなのかな。よし行こうか。久しいな、キーリカ。お、なんだあいつ。あ、まだあいつら知ってるぞ。スピアハンターの皆さん、元気してますか。もうすぐ一大イベントを開催するんです。私、主催のトーブリと申します。イベント？ウィウィ、大勢集まってお祭り騒ぎ。彼らの音楽で盛り上がってもらおうとね。ほー、楽しそう。ここでやるの？いやいやいや、会場は原稿画です。開催の折にはぜひいらしてくださいなんか面白いな、あいつの喋り方。なんだろうな。よろしくでしょ。ぜひぜひ。彼らは頭部に乱され、彼の催しを手伝っている。いろんな曲を演奏するよ、楽しみにね。すっごいな。いや、生えてるわけじゃないのか、背負ってんのか。この島暑くてしんどいっぺさ。なんかこいつ確かなんか湿っぽい場所で暮らしてるみたいなこと言ってたよ。ポルトキーリカが蘇ったのは青年同盟のあってこそだな。明日ってもう少し分ければ青年同盟に入っておる。あ、待って、僕にも貸してよ。もういいか、追いかけるのめんどくせえわ。ショップかな。ばあさん買い物買いもしないのに文句ばっか言ってんだよな。まあ実際水の魚の水揚げが減ってるんだがね。なんかあるだろう。なんもないか。なんか隠してんじゃないか。ないか。ここはなんもない。すごいスフィアが、すごいスフィアが何か映ってるんだろうな。確かに。ジンはいろんなもの隠してるんだな。よし来い。受け止めてやる。ほら、風船風船。しょうもな。あんたのスフィアを探しに行かれて怪我をしないようにね。若い子たちが暴れたくなる気持ちもわかるけどね。男の子ってほんとガキね。わあすごいな。いい気なもんだわ。お高く止まってますね、随分と。若造どもめ何が楽しいて騒いでるんだかの。あれ、あんた孫か、もしかしてその隣のばあさんの。それよりよっぽど大事なものがあるじゃろう。すなわち魚じゃ、魚を取ってきてくれんかの。この感じは3日前のものさ。こんなの猿だって見る気しねえよ。人な、町外れの獣に人だかりができる。これは商売上がってるよ。3日前の果物って、まあ、食える、もう、まあ、保存状態によるか。確かに食いたくないな、あんまり。美味しくなさそう。なんかさっきのメインクエストやったから、猿って聞くとイサール思い出すな。目薬2個ゲット。お、ここにも宝があるじゃん。いただきます。いいね。私の彼もあそこで働いているの。間違くなっていくのってワクワクするわ。あの大珊瑚に青年止め基地が作るんだ。僕ももうじきで働きに出るんですよ。料理も出てない。みんな言ってるな。年寄り若いじゃん。ああ、なるほどね。若い人はこぞって青年同盟に行っちゃってるわけだ。お猿さん素敵。一匹欲しい。とっても欲しい。お、なんか始まった。森で見つけたのは、この島では珍しいでしょ。巣ごもりザルって呼ばれてるわ。臆病で巣に、巣穴に隠れてるの。だから、その巣ごもりザル。かけた教えてね。ああ、引き続きよろしくと。遊び収集要素が今回はあるんですね。
スゴモリザル。あれ、ここは日の丸か。なんかちょっと入り組ん、なんか地味に入り組んでるな。なんだこの場所。絶妙に歩きづらい。あ、これ宝箱じゃん。気づかなかった。ゲッチュ。で、ここをあなたが最近はサイドの織物も安く手に入るんです。芯がいないから品物が安定して入ってくるんですって。どれにしようかしら。気なぞれがいいと迷っちゃうわ。いらっしゃいませ。ガチのアイテム屋じゃん。アクセサリーか。お、イベントだ。めっちゃ眉間にしわ寄ってるけど。いつまでやってるんだ。誰かに先越されるよ。ごめん、待って、待ってよ。なんだかんだバランスいいよな、この3人組。いいバランスしてると思うな。同盟のリーダー来てるってよ。大人は寺院の悪者やっつけに行くんだってさ。ねえ、森にルシン集まってますよと。へえ。いや、どうなんだろうね。ダメっぽそうだけどね。うお、びっくりした。なんか降ってきた。ばあさんや、うちの孫は深夜ボートの遠いんでね、ひどい目なーねーというか。あそこがじゃあ森の、森じゃない、村の外って感じか。結構宝箱落ちてんな、この村。光のカーテンゲット。おどす。いや、ジンのやつに一発かますらしいな。俺も行こうかな。そういう作戦なんだね。一発かます作戦なんだね。おい。あ、もしかして、リーダーかな。おっ、バルテッド。バルテッドじゃない、バルテロ。あら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 。懐かしいな。そうね、わかったわ。ドナー、出て行ってちょうだい。これたちって両思いなんでしょう。ドナー。うすごいな、あんな巨体に体当たりしててもリュック微動だにしなかったけどな。スッて移動しただけだった。さすがリュック。いや、懐かしいな。どうも、久しぶりね。こんにちは。結局全勝だったな、こっちのは。別に、よくある話よ。血は喧嘩か。私は青年同盟派、バルテロは新エボン島派。ああ、なるほどね。一緒に暮らすのは、まあそうだね、宗教が違う的な感じなんでしょ。ずっと一緒だったのに。人それぞれ。そういうこと、ほっといて。いやでもやっぱな、マジで、あなたには関係ないことなの。イカほっといて。しつこいわね、イカほっといて。いやでもマジでさ、この世界でこのユーナの格好ってさ、まともだよな。全然まともだよな。まあ、前回のユーナの格好からこの格好っていうのは結構1500キルありがとう。結構さ、こうなんだろう、がっつり変わってさ、よく見たらこうなんだろうな、まあ、下はいいとして結構こう胸元がっつり開いてる感じな。露出度高めというか。いやでもなんか俺知らんけどさ、普通に街中にこういう人いそうだけど、どうなんだろうな。なんかあんまり、えとは思わねえんだよ。だから普通にいそう、リアルで。これくらい、これくらいって言ったら結構
あれだけど、なんか渋谷とかいそうだけどね、こういう人。なんだろうね、まあ、リュックはさすがにいないと思うけど、まあそうだな、パインもまあ言ってもおかしく、あんな感じの人はいそう、全然いそう。リュックぐらいじゃない、さすがにそれはその格好はないでしょっていうか。あー同じこと同時に喋ってんのこちら。いやパインもいないか、昆虫みたいな仮面してるよな。あ、あいつ、あ、こいつ知ってるぞ、あのおっさん。みんなスフィアハンター？違うみたいだ。ちょっとちょっと、誰だっけ。なんだその格好。ヌージ。ダサ。青年同盟のリーダーだよね。え、ダサないヌージ。あれ？さて諸君、キーリカの寺院には真実の歴史を記録した重要なスフィアが隠されている。我々はスフィアを公開するようにと新エボン島に要求してきた。だが真実を求める声は常に無視されている。なぜか、彼らは真実を隠そうとしているのだ。かつての寺院のように。そのような事態を許してはならない。諸君、今こそ立ち上がり、真実を我らの手に。でも少しは手加減してやれよな。相手はあんまり若くない。あ、ヌージー怪我してるんだ。なんだか雰囲気違うんですけど。楽しもうと思ってきたのに、もうムカつく。どうする、帰る。すんごいスフィア、いらないのか。決めた、争いの元みたいだし、私たちがもらっちゃおう。はい、えい。ミッションスタート。いやヌージ思ったのと違かったな。すんごいスフィアを奪え、エモリト山道の検問を突破して、寺院の新エボン島が付している。すんごいスフィアをダッシュせよ。すんごいスフィアって面白いな。すんごいスフィアのなんかこう言っちゃしてるかもしれんけど、なんか頭悪いよな。すんごいスフィアってまあ行きますか。スフィアを出せ。ジーンがスピラの秘密を独占する時代はもう終わったんだ。スフィア、スピラの秘密、何のことやら。すごいな。とぼけるな。じゃあこの警戒は何だ。みんな口開いてるよ、大丈夫。貴様らが俺たちの家族を傷つけるのを防ぐためだ。なんだと。おとなしく引き返すんだな。なんかそう、警察とデモ隊って感じだな。あれ、あのちょっと太ったやつ、小太りのやつ、あいつも知ってるな。昨日、え？知らないか。なんかし、いや違うわ。FF7 だ。俺の今頭に思い浮かべたやつ。え、チョコボがいるんだけど。どういうこと？あ、よかった。逃げて逃げて君は。あ、ここあれか、ユーナがティーダにガードになってほしいって言ったところか。なってくれないかなみたいなこと。おい、来た、なんやこいつ。
まともな道はどこも通れないな。なるほどね、それはヒントかい。あ、あちこち道から下がってるんだ。こいつはこっちの足も通行止めだよ。そうかな、強引に通れたりしないかい。いやな、この世界モンスターのお金持ってんだよな。何でも取っちゃうよ。うわ、通行禁止だ。ち、ダメか。お、なんかここっぽいな。てか猿来た。お、と、ああダメか。やっぱ こういう抜け道をっていくわけね。猿を探すみたいなやつもあったよな。運がない。お、なんかありそうな小道。あれは何かあるでしょう。お、向こう、ん、木の向こうが、ほい、これ覗いてみますか。覗いてみましょう。なんだそれ、なんか重要な何かが手に入る。暗号忘れた？だと。なんかな。ご都合主義感がすごいな。貴様これで何度目だ？タルンドルト。こんなところで話すなよ。物覚えのやつはもう一度叩き込んでやる。検問の人数が奇数だと、暗号は木彫りの猿。うん。偶数だと何？木登り、木彫りの猿と木登り猿。なるほどね。ここはなんだ。お、なんかいる。なあ、暗号ってなんだっけ。木登り猿だっけ。なんなんだこいつら。ゆるすぎねえか。ああ大丈夫。木登り猿って木登り猿でしょ。さて、その合言葉はどこで聞かれるんだ。警備が偶数奇数って言ってたけど、どこの警備が偶数奇数なんだ。ここなのかな。ここのあんたは何者だと暗号言ってもらう。ここの警備かってこと。巣ごもりある素潜り猿、木登り猿、木登り猿、木彫り、木彫りの猿。確か偶数なら木彫りの猿って言ってたよな。あれ、偶数なら木彫りの猿じゃなかった。あれ、ちょっと記憶が違ったかな。それとも全体のってこと。これちゃんと数えないといけないってことかな。そういうことなのか。これ暗闇やっても意味ねえな。なんかこういうアニメあるよな。なんかこういう風にわーんつって衣装が変わってなんか変身する。なんだっけな、なんだろうな。てか見たことあるのかさえわかんねえ。あ、なんだ、倒せばいいのか。余裕じゃねえか。さあ暗号を言え。え、じゃあ木登り猿でいいの。あ、いいんだ。あ、逆か、逆なってたのか。偶数が木登り猿か。なんか何名、3名か、3っぽいな。ってことは木登り猿か。あ、4名いるやんけ、4人やんけ。かかってきなさい。くそ、まあ、いっか、体質よくねえしこいつら。まあギルでも積むか。あいつが一番金持ってそう。燃やしちゃおうね、おじさん。金よくせ。やっぱ金持ってねえな。モンスターの金持ってんだよな、この世界。なぜか知らんけど。これ間違えてもそんなデメリットねえな。1、2、3、3名か。撃ったな、ってか。
お前今撃たなかったか。なんだそれ。そういう変動の仕方あるの。5人じゃん。1人来たと見せかけて2人来てたな今。石膏なんだこいつら。なんだその暗号。いやお前ら通れてるんかい。だから何度も言ってるように、オーダー回り。いいからさっさとスフィアを出しなさいよ。そんなこと言われても。スフィアを見つけたぞ。見つけたんかい。ですってよ。うわ、何の音。お、すんごいやつが出てきた。こんな時のために用意しておいたのさ。悪党感すごいな。これで終わりだ。よし、分解しちゃうよ。いやー、羽盗みますか。まずは1200持ってんじゃん。やっぱやべえな。モンスターの方がやべえって。あ、時間盗むとか、そういえば使ってなかったな。グラビティソード食らうんじゃないこいつ。食らわねえかな。あー、すごいですね。それは食らわないか。何が食らうんだこいつは。雷っぽいけどな。ちょっとリュック変えるか。変身しとくれ。リュック印の魔法って言ってくれないかな。魔法だっけ。何でも直しちゃうからね。あ、元気だったなこれ。114。まあまあって感じか。あ、レベルショットちょっと使ってなかったな。やばい、グッバイ。118。まあまあって感じか。早い、対応が早い。ナイス、オッケー。受けたよな今。よく見てなかったけど。めっちゃ狙うじゃんお前。あ、ファイヤー撃っちゃった。完全燃焼だ。いや間に合うかなこれ。あ、よかったよかった、そっち行ったか。全然食らわねえ。へっこんでないでさ。すごいの食らったな。これはまずいですね。あー、行ったか。こういう場合どうなんだ。あ、自分にかかるのか。まあでもそれはそれでって感じか。フェニックスを使ってサンダーブレードを使って。いや早いってさマジで。秒で攻撃してくるやん。なんなんこいつ。ウルナに恨みでもあんのか。ぬるいよ。終わった。いや終わってねえな。ダメかと思った。終わった。なんか途中途中止まる。なんか終わったのかってなっちゃうな。どんなもんだ。こんなもんよ。なんかこれボス戦もなんか結構あっさりしてるよな。あんた何してるのよ。スフィアハンターカモメダン。なんかちょっと恥ずかしくなってんじゃん。いいだろ別に。
なんかおかんのかお前ら。やんのかおら。カモメ団誕生。あ、振り切った。すごいスフィアはいただきます。なんかコスプレバレちゃったみたいな、秘密にしてたコスプレバレちゃったみたいな感じになってたな。悪いね。かっこいいな、さりげはかっこいいな。悪いね。あれ、レベル1クリアした。あれ、まだ行ってないあれとかあったけどな。魔物の人生ボーナスをゲット。いらないしとかそういう選択肢あるか。もらえるものはもらえよ。あいつらの顔見た？みんなポッカーンとして腰抜かした人もいてさ、ちょっとやりすぎちゃったかな。そんなことない。スペラ中にカモメ団の名前が轟くぞ。みんな呆れてたな。変な意味で名前が轟くのはどうかな。それでもいい、退屈しない。しかしな、面倒に巻き込まれるのは勘弁してほしいぞ。なんで？地味なスフィアハンターなんてつまんないよ。そうだ、その通り。不吉な。ん？兄と妹の意見が合うとろくなことが起こらないし。それはまずいっすね。もしかしてあのやってないやつとかもできないってことなのかな。それは困るな。おはしゃぐなお前ら、何してんだ。仲良しか。スペラのリーダーしてスペラの人気者に、入団希望者どうするかもめ団祭りだ。この調子でバンバンハントしてガンガン有名になっちゃうよ。大将の監視にはユーナじゃなくてかもめ団のユーナって完全にさ、兄貴調子乗りすぎ。お前もな、やりすぎたな。思い出すと恥ずかしい。不吉だ。でも意外とノリノリっていうか結構乗ってらっしゃいましたよ。嫌な予感がほとんど当たるんだ。まあ確かに分からなくもない。すごい艶っていうのは、ってことはすごいものが映ってるはずだ。じゃあ見ますか。スフィアの解析うまくいった？単なる映像スフィアだね。特別な機能はないみたいだし、ね、スフィアの中身見る。見ます。BGM 見すぎだ。お前がレンを助けてくれるんだ。でかハンガモはおっちゃめ。なんだ心当たりは。あの機械は全然だし。でもすごく危険な機械だと思う。どう見ても平気。あいつだよね。君なの？それとも似てるだけ？兄貴顔。そんべこはみこうだベセチさ。ねえレンって誰？嫉妬か？その女誰よみたいな。カモメ団集合。お、4回ゲット。まあとりあえず今回ここまでかな。みんなに話しかけるか。なんか話しかけたらなんか進みそうだよな。まあなんか話しかけたら進みそうなんで、まあ、今回はここまでにしたいと思います。なんかちょっと
ストーリーを2個ポンポンってやっちゃった感じかな。でね、レベル1コンプリートって書いてあったんで、あのまだやってなかった、まあ、2つになるのかなぐらいあったんですけど、あれはもしかしたらできないかもしれないですね。まあでもこれはこれでなんだろうね、まあ、よしとして、まあ、見たいっちゃ見たいけどね、まあ、初見のね楽しみというか、ああそれできなかったんだっていうものとしてね、まあ、次に一応できなかったとしても次に進みたいと思います。まあそして捕虜の経験を生かしつつ、次はねどのミッションをやったらこのレベル2が終わるのかっていうのを、まあ、調べつつ、まあ、ちゃんと全部ミッションをやっていきたいなと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。ではバイバイ。